ド素人が打ち捨てられた空き家をまるまる直せ素人 DIY ドキュメンタリーポレポレ DIY、 なんとチャンネル登録者数10万人突破。これまで 4.5 件の空き家を直してまいりました。時には森に囲まれた廃墟を直したり、1万円で購入したマイホームを直したり、何度もくじけそうになりながらここまでやってまいりました。それもこれも応援してくださった皆様のおかげでございます。本日は超総集編 4.5 件分の総集編でございます。それでは行ってみましょう。ゲームスタート。はい、まずは1軒目、シロアリハウスでございます。脱サラを決めて有給消化をしているその2週間で取り組んだこのお家、これが本当の DIY ド素人のプレイでございます。さあご覧ください。1軒目にふさわしい 2DK 小ぶりな平屋のお家でございます。さあ行ってみましょう。まずはビフォーでございます。こちらが玄関ですね。敷き詰められた段ボール、何かを隠すように段ボールが敷かれておりましたが、その下にあったのはふわふわな床。なぜかキッチンには自転車が、なんかね途中で2台に増えてたんですよね。自転車が知らないおじさんが勝手に入ってきて自転車を置いてったんですよね。なんか町内会のね、物置になってたみたいですね。所有権が移ったと知らずに勝手に入ってきたらしいんですが、びっくりですよね。こんなことがあるんだと、洗礼を浴びたということでございますが、ルームツアーに戻りましょうか。トイレ、玄関、廊下の壁はレトロな木目のストライプ、これがね悪魔の壁材プリント合板でございます。これがド素人 DIY を苦しめることになるんですね。はい、それでは行ってみましょう。人生初の DIY スタートでございます。この1軒目は2週間しかないということで、ね、シロアリにボロボロにやられた床は全部大工さんにお願いしちゃいました。ド素人はド素人ができることから、このうちでは壁紙、ペンキ、クッションフロア、塗って貼ってを行います。今から行うことは全て人生初めて行うことです。まずはプリント合板の溝を全て埋めるパテ埋め地獄でございます。これがまたまたしんどくて、埋めても埋めても埋まらない溝、地道にコツコツ残業もして、なんとか埋めて初壁紙重ねて切ってくっつけて、どうでしょうか。よくね、動画見てくださってる方に素人じゃないだろうって言われますけど、本当に私もともとド素人でございまして、カッターナイフすらそんなに握ったこともないような人間でございましたね。それがここまで綺麗に壁紙を貼ることができました。あ、ちなみに床は大工さんですよ。お次はキッチンでございます。このお家は築約30年、まあ、結構ね新しめのお家なんですが、見てください、この天井、小学校なんかでよく見るジプトン天井というものでございます。穴がボコボコ開いて、これがまた平成初期感を感じさせるものなんですけど、これをね丸々グレーに塗りつぶす、おしゃれなお家に憧れて誰しも一度はたどり着くのがコンクリートの打ちっぱなし、その結果がこのグレーの天井でございます。はい、壁はクリーム色に塗っていきましょう。正面の壁にはアクセント、ブラックブラウンという色を塗っております。いかがでしょうか。イメージしたのはスターバックス、今考えるとね結構攻めた配色だなと思うんですよね。壁に3色も使うなんて今になっては考えられない、ちょっとね勇気がいりますよね。キッチンのシンクは再生します。高級素材のカッティングシート、いいですね。高級感漂うこの木目、シックで大人な感じが漂っております。うん、キッチンのシンクもこれはまだまだ使えますよね。使えるものは使いましょう。いつも心に SDGs、 はい、メタルポリッシュクリーム使いまして、ゴシ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 労働力投入、その結果新品までとは言えませんがピカピカ光るシンクに若返り、仕上げは床でございます。古いクッションフロア剥がしまして、貼るのは木目のクッションフロア、床にボンドを塗りまして、オープンタイムを待った後にまるでお布団をかけるかのようにゆっくり床に敷きまして、カットジョイントゴロゴロ、はい、このキッチンがこうなった。いかがでしょうか。人生初の DIY でこれはなかなかいいんじゃないでしょうか。会社員生活最後の有給、人生の夏休み、素晴らしい自由工作の作品に仕上がったんじゃないでしょうか。お次は洗面所ですね。洗面所はほぼほぼ大工さんにやってもらいました。まあ、ここも壁紙だけですね。私が初めて通販で買った壁紙貼りセット、今でもこのセットたちを使っております。この部屋にはもともとここにコンセントがあったんでしょうね。はい、穴があったら塞ぎたい、こっそりこそこそ隠蔽工作、上から壁紙を貼ったらもう分かりませんね。はい、ということで、いかがでしょうか。洗面所でございます。もともとプリント合板が醸し出していた古臭さはなくなり、令和の洗面所に早変わり。なんでしょうかね、プリント合板の独特な感じ、多分ね、暗いんですよね。見てください、このトイレも暗い感じしますでしょう。ソリューションは簡単、白くする、たったそれだけ。それだけで家はガラッと垢抜けます。はい、地獄のパテ埋め、すべての溝を埋めて壁紙貼ったらこの通り、白は正義、迷ったら白。はい、お次は床ですね。床もなかなかレトロでございます。新聞で型紙作ってクッションフラーをカット、便器の形にくり抜いたらあとはボンドでぺったんこ。はい、なかなかね狭いと作業がしづらいんですが、やること自体はキッチンのクッションフラーと同じこと、貼って余分な部分をカット、これで完成だと思いきや床がふかふかしている。おいおい嘘だろ、ということでまさかここにもシロアリが、せっかくクッションフラーを張った床に大きな穴を開ける、見えないものを見ようとして牧田の丸の子担いできた。
その結果見えたのは湿気だらけの床下でございました。見たくなかった、見たくなかった現実でございます。これまで現実から目を背けたことによって地下帝国に強制送還、過酷な強制労働を強いられることになりました。お、いいですね。なんかゆるっと出てきましたね。はい、また何かを抱いて地下に沈む。見る見るうちに地下帝国に両安寺風味の素敵な庭園が出来上がりました。はい、これね、あの床下カラッと床下調湿剤といって、湿気を取ってくれるゼオライトというものを撒いたんですよね。これでなんとかちょっとは良くなるんじゃないかなということで、床下カラッと地下に封印。すまん、床下で永久に働き続けてくれ。もう地上に出ることはできないんだ。はい、ということで、トイレのビフォーアフターでございます。はい、しっかり床下の除湿も行いまして、床の補強も実施済み、安心安全、明るい快適、気持ちよく用の足せるトイレになりました。はい、床下カラッとの犠牲の上でこのトイレは成り立っているんだということを胸に留めておきましょう。はい、人生の夏休み有給消化、タイムリミットが参りまして、結局2週間で最後まで終わらなかった。ここからは延長戦、ニートの DIYer が襖を張る。はい、サラリーマンという肩書きがなくなったので、それはもう必死でございます。これまでとは気合が違う。はい、引き手を取り付けていかがでしょうか。襖への壁紙貼り完了でございます。もともとね、貼ったばかりの頃はシワシワでちょっと心配でございましたが、時間が経つとこの通り、糊が乾いてピッと貼って、いい感じに仕上がりましたね。もともとは火に焼けて黄ばんだ襖、そこに白い壁紙を貼るだけでここまで雰囲気明るくなります。ということで、人生初 DIY 1軒目シロアリハウス、これにて完了でございます。ここから私の DIY 人生が始まりました。チャンネル登録者様はこの時点で154人、動画を上げても視聴回数よくて1000回、普通に上げたら100回程度。こんなところで立ち止まっている場合じゃない。どんどん行こう。お次は森の廃墟。こちらがステージ2の会場でございます。どこに家があるんですかね。実はあるんですよ、この中に家が。裏手に回ってみると、そびえ立つ木の間に鬱蒼と茂る緑の中にポツンと廃墟が佇んでおります。一体何年放置されていたんですかね。私には聞こえます、誰か助けてくれというこの廃墟の声なき声が。いいでしょう、私が助けましょう。まずはこの森を伐採だ。ということで、100万円かけて、この森の伐採と整地を行ってもらいました。いやー、無理ですよ、こんなの自分でなんて。マイナスのキャッシュフローに吐きそうになりながら、ここからが私たちの出番でございます。まずは中を見ていきましょう。このお家は築年数不詳でございまして、間取りは伝統的な和室4室田の字型、小さなお子さんのおもちゃがその辺りに散らばったままになっております。放置された人形はどこかその表情悲しげですね。水回りは全体的にリフォームされておりました、ありがたやありがたや。キッチンはまさかのシステムキッチン、そして驚くべきはお風呂、なんとユニットバス。おー、ジーザス、神は見捨てていなかった。さあ2階に行きましょう。おっと、これは雨漏りか、やっぱり神なんていなかった。さあ2階では何が待ち受けているのか。シミだらけのマットレス、無造作に置かれたオルゴール、パッと見綺麗な感じはするんですが、何でしょうこの異様な空気。噛みちぎられたソファー、これは獣の仕業ですね。ハクビシン、ハクビシンでしょう。おー、ジーザス、神はどこまで私に試練を与えるんだ。雨漏りですよ、雨漏り。ぶっきらぼうに貼られた匠、匠さんの家、今から直しますよ、見ててください。それでは行きましょう。まずは思い出の詰まった品々、こちらを片付けてまいります。これまで私はサラリーマンとしてシステムエンジニアとしてキーボードとマウスを片手にせっせと労働力を投入しておりましたが、今の私の相棒はバールにハンマーレシプロソー。はい、一家に一台木彫りのクマちゃん。約2トンのゴミを片付けまして、いかがでしょうか。すっきりしました。すっきりしたらボロボロになった畳があらわになった。なんかね、もう床からツタ生えてましたよ。いやー、家ってツタが生えるものなんですね。2階に上がりましょう。2階もね、ここすっきりしましたね。ここね、雨漏り業者さんに直してもらってるんで、しっかりと養生されてましたね。これがプロの養生ですね。はい、見習いたいですが、世襲俺なんで、それなりでいいでしょう。さあ行きましょう。まずは玄関廊下からでございます。まずは壁紙を貼り替えていきます。この壁紙ね、一見綺麗に見えますが、近くで見るとほんのり黄ばみ、ほんのり香る空き家臭。そうなんですよね、壁紙ってよく匂いを吸うので、なんか空き家の匂いってね、特有なんですよ。染みついちゃった空き家臭を取るためにも壁紙貼り替えいたしました。そして出ました、プリント合板。悪魔の木目のストライプ、埋まらない溝、泣きながらコツコツパテで埋めまして実現しました平らな下地。はい、壁紙剥がしすぎちゃってグレーになったところにはシーラーを塗っております。壁紙貼り2軒目ともなるとだいぶ手慣れてまいりましたね。1軒目と比べるとだいぶ顔つきも変わってきましたね。はい、壁紙貼りを終えまして、お次は長いクッションフロア。このお家もね、例に漏れず床下がボロボロになっておりましたんで、ここは大工さんにお願いしました。まだ私のレベルでは床を直すという技は覚えられておりません。はい、この廊下がどう変わったのか、アフター行ってみましょう。玄関開けてこんにちは。突撃隣の元廃墟、いかがでしょうか。
なかなかいいんじゃないでしょうか。もともとプリント合板が貼られていた玄関は壁紙貼られて真っ白に、真っ白な壁紙がさんさんと差し込む光を全力で跳ね返す。これまでは鬱蒼とした森のせいで光が遮られていた薄暗いお家でございましたが、伐採したことによってただでさえ光が入る、それに加えてこの白い壁紙、もはや光のワンダーランド、廃墟業界のルミナリエと言っても過言ではないでしょう。はい、まずはお家の顔、玄関を難なくクリアいたしまして、お次はトイレ。このトイレ細長い、入り口から便器までが遠い。限界でトイレに飛び込んできた人はその遠さに絶望して立ち尽くしてしまうことでしょう。まあ、もともとおそらく大便器と小便器が分かれていて、間に何か扉でもあったんでしょうね。それを一つにしたということなんでしょうね。はい、そんなこんなでリフォームは進み、壁紙貼ってクッションフロア、この作業はね、前回の物件で2回経験しておりますんで、3回目でございます。3回目ともなるとだいぶ手慣れてまいりました。トイレをリフォームした結果いかがでしょうか。これまた明るい綺麗なトイレができました。皆さんは扉を開けてこんなに遠くに便器を望むことがあったでしょうか。試しに便器に座ってみましたが、なんだかね、落ち着かないですね、この広さは。はい、トイレをクリアいたしまして、お次はこの物件のメインイベント、和室4部屋一気に行っちゃいましょう。はい、田の字型の和室4部屋、右側に部屋をつなげます。はい、ここから助っ人の登場だ。相方でございます。ヘルメットかぶってハンマー持って土壁を眺めるその姿は相方というよりも親方でございます。はい、行きましょう。レシプロ層でカモイをぶっ壊す。なんだかものすごく悪いことをしている気分になりますね。はい、ハンマー大きく振りかざす。力の限り土壁に振り下ろすと、ボロボロとこのお家の思い出をたくさん吸った砂壁が剥がれ落ちてまいります。砂壁をすべて落としたら出てきたのは竹で編まれた竹こまい。昔のうちはそこに土を塗って壁を作っていたんですね。仏壇スペースにフルスイング。はい、こちらの柱も抜いちゃいましょう。ちなみにこちらの柱抜いてもいいこと大工さんに確認済みです。はい、土壁解体でたっぷり出ました思い出のかけら、柄袋びっちり7袋でございました。はい、お次は和室を洋室化するために、もともと畳がね敷いてあったところに合板を張って板張りにしてまいります。根太という角材を張り巡らせまして、その上に合板を敷き詰めてまいります。はい、こんな感じですね。はい、これ敷いてしまった後なんですが、同じ作業がステージ3、ステージ4でも何度も出てくるんで、ちょっと省略させていただきます。はい、お次は漆喰でございます。壁、極みに黄ばんだ壁でございます。古いお家の砂壁は仏壇のお線香、そしてタバコ、実はこのうち囲炉裏なんかもあったんですよね。そういった煙をたっぷり含んで真っ黄色なのがデフォでございます。もともとはどんな色だったんですかね。はい、そこに漆喰を塗って真っ白にしてまいります。あたり一面マスカ、養生を張り巡らせまして、いろんな思いや煙が染み込んだ年季が入った壁にシーラーを塗る。シーラーは悪止めの効果がございます。いよいよ登場だ、漆喰でございます。大和漆喰20キロ、水を加えて攪拌機でかき混ぜた漆喰はあたり一面を磯の香りにする。そうなんです、漆喰ってね、なんだか夏の漁港の匂いがしますね。はい、結局漆喰アクが出てきて塗り直し。終わりました。しんどかった。はい、真夏の炎天下の中の作業、合計24畳の空間の中に凝縮された漁港の香り、塗り直しを含め合計4日間のあまりにも過酷な作業を終えて、もう一生漆喰なんて塗らないと誓ったのは過去のいい思い出でございます。もともと2部屋だった部屋を1つにつなげてできたのがこちら、和モダンの広々としたリビングでございます。ここにクッションフロアを張って和室の洋室化が完成するわけでございます。 DIY を始めて約4ヶ月、何度この作業をやってきたことでしょうか。人はやればできるもんですね。おっと、襖の修繕を忘れていましたね。こちらは押し入れの引き戸でございます。もうすでにねビリビリに破れているんですが、完全に剥がしまして、ここに壁紙を貼ってまいります。はい、貼る壁紙は白と思いきや、今回はマットなブラックでございます。ブラックいいですよ、なかなか和の雰囲気に合うのはブラック。暗めの色は部屋を引き締めて高級感を演出することができます。それではビフォーアフター、まるで10年前から時が止まったような、子供のおもちゃや生活品が散乱したそんな部屋からいかがでしょうか。ここまで変わりました。もともと2部屋に分かれていた部屋を1部屋につなげて仏壇スペースもぶっ壊し、そしてできたのはこの素敵な和モダンのリビングでございます。畳は腐って押し入れにはツタが生えておりました。それが今ではこの通り、真っ白な漆喰壁にマットな黒の襖がよく合う、メリハリわびさび、これが和だ。はい、お隣の部屋もクッションフロアを張って仕上げました。木がうっそうと茂っていた頃はこの部屋もね薄暗かったんですよ。それが今では太陽さんさん降り注ぎ、やってみたいな日向ぼっこ。建具には素敵な細工が施してありました。4枚の建具を合わせて1つの作品になる、なんと粋な計らいでございましょうか。1部屋だけ和室の部屋を残しておきました。おしゃれな和室の照明といえばこれでしょう。なんだかもじゃもじゃの丸い照明、これなんて言うんですかね、わかんないんですけど、これをつけるだけで和室は一気におしゃれになる。ただ注意点としては、こういう照明オンオフできる紐がついていないんですよね。で、古いお家はスイッチもないので一生電気が消えなくなります。皆様ご
注意ください。お次はキッチン。キッチンはもともとそんなに汚くなかったので壁紙を貼って水洗を取り替えるだけにしましょう。壁紙はね、少し色気を出してアクセントクロスなんてやってしまいましたね。はい、いかがでしょうか。あ、このモルタル風味のアクセントクロス、コンクリート打ちっぱなしのおしゃれな部屋に憧れて貼ってみたらこうなった。どうしても取っ手の黄ばみが気になってつけてみました。ワイドハイター2週間、原液につけて2週間紫外線にさらしたらこうなった。いかがでしょうか。新品までとは言いませんが、もう黄ばんでるとは言わせない。キッチン最後は水洗交換だ。こちらの水道を交換いたします。人生初の水回りの工事。この水洗を外したら水が吹き出てくるんじゃないかとドキドキで外しましたが、なんてことない。ここからはググってググって YouTube 見て、はい、シールテープの巻き方なんかもね、 YouTube とか見て勉強いたしました。私の師匠はインターネット、 DIY はインターネットから学びます。ネットで調べれば家は直せる。いやー、本当はね、職人さんとかから直接学びたいんですけど、なかなかそんなこと教えてくれる人いないですからね。ということで、キッチンの DIY アフターをお送りしております。黄ばんだとっても白くなり、壁紙張り替え新築に、シンクも磨きピカピカになり、見事にキッチンが再生されました。いいですね。打ち捨てられていた廃墟がみるみるうちに人が住めるお家に進化していく。お次は洗面所でございます。洗面所、お風呂の方はね、掃除だけにしておいて、洗面台はまるっと入れ替えましょう。洗面台の交換は簡単。排水管、給水管と管がつながっておりますので、そこの接続を解除、たったそれだけで洗面台の撤去をすることができるので、はい、ここからはいつもの流れ。壁紙剥がしてパテ塗って下地整え、壁紙を貼る。滝のように流れる汗。一見丸々 DIY、 永遠に終わることのない DIY に絶望して流れる涙。壁紙が貼れたらお次はクッションフロアでございます。クッションフロアを貼りまして、洗面所の箱ができた。あとは洗面台を置くだけ。はい、インターネットで注文した洗面台が届きましたので、ここにポンと置いていきましょう。この洗面台で約3万円。3万円で買えるんですよね。 DIY を始める前は普通に5万とか6万ぐらいするのかと思ってましたけど、意外と安いものでございます。ネットで何でも買える時代。ネットで調べれば取り付けもできる。やる気と根性、時間さえあれば私もできる、あなたもできる。さあ、レッツ DIY。はい、ということでね、まあ、ネットで調べれば何でもできるという話をしてるんですけど、このチャンネルでお送りしているのはあくまでも素人 DIY ということなんで、ちゃんとした情報をね、得たいという方は、職人さんとかね、設備屋さんが出している動画を見ていただくのが一番かなと思います。あくまでもこのチャンネルはエンタメ、参考までにということにしていただければと思います。はい、ということで、ビフォーアフター。もともとはほんのり香るカビの香り。そこに黄ばんだ洗面台。それが何ということでしょうか。デザイナーズマンション風の、ナウでヤングな洗面所に早変わり。このタイプの洗面台はコンセントで照明つきますので、電気工事不要でございます。洗面所クリアいたしましたので、この廃墟のラスボスが眠る2階に行きましょう。ラスボスの名前は匠。窓に貼られた匠というシール、そのシールを剥がした時に、やっとこの廃墟は解放され、新たな人生を歩むことができるのでございます。2階に進む前に階段の壁紙サクッと倒してしまいましょう。雨漏りがあってボロボロになっていた壁は大工さんに事前に直してもらっておりました。やはり大工さんが直してくれた壁、すこぶる壁紙貼りやすい。職人の技に感動しながら、感謝感激雨あられ。壁紙を貼り替えることによって綺麗になった階段は、絶望へと続く階段から希望あふれる階段へと生まれ変わりました。プリントされた木目の扉が気に入らない。気に入らないなら塗ってしまえばいいじゃないか。どんな素材でもオレ色に染めることができる密着ロン、密着ロンマルチを吹きかけて、表面がツルツルでペンキが乗らなかった扉がこの通り、みるみるうちにシックに仕上がる。マットな黒が高級感を漂わせる。上質な空間を作り上げる。森の中にあった廃墟、いよいよ DIY も佳境に入ってまいりました。あとはこの部屋の壁と天井の壁紙を貼り替えて床にニスを塗ったら完成。皆様は思い出せるでしょうか。もともとこの家がどんな状況だったか。鬱蒼とした木々の中に埋もれていた。時とともに近隣住民からも忘れ去られていたこのお家が、悠久の時を超え今復活しようとしているのでございます。まるで古代遺跡、まるでアンコールワット。完成した暁には近隣の住民の方もきっと驚くことでしょう。こちらが最後の難関、天井の壁紙張り。長さ約 3.5 メートルの壁紙を必死のパッチで貼っていく。晴れども晴れども落ちていく。許すまじ万有引力。いやいや、でもやればできるもんですね。ご覧ください、この光る笑顔に光る汗。まさに青春でございます。壁紙張りは青春だ。はい、この日は8月なんですよね。8月、一番暑い中での一番日当たりがいい部屋での作業。サウナいらずの DIY 生活、部屋も体も整いました。ということで、最後にね、床にニスを塗りました。はい、2階のビフォーアフターをお送りしております。いかがでしょうか。明るく爽やかになった階段を上ると、そこに待ち受けているのはブラックブラウンの扉。皆さん、元の状態思い出せますか。
こちらでございます。扉を開けたらハクビシンの糞、大量の糞が待ち受けていた部屋がこうも綺麗に変わるとは。これには素人 DIY ヤーもにっこり。ご覧ください、もともと表面が劣化して汚くなっていたフローリングもニスを塗るだけでこの通り。雨漏りも業者さんに直してもらい新築みたいな天井に仕上がりました。シミだらけのベッドが放置されていたこちらの部屋もこの通り綺麗に再生できました。さあ、このお家のラスボス、元所有者の方なんでしょうか。匠というシールを剥がし、今この瞬間このお家の新たな人生が始まりました。ここから再スタート、この日本、この世界でまた新たに一軒空き家が再び輝き始めました。それでは4ヶ月に及ぶ工作活動の結果をご報告いたします。100万円をかけて木々は伐採され、玄関はこの通り。10年近く放置されていたであろう部屋は壁紙やクッションフロアを張り替えることによってまた生き生きと活力を取り戻すのでございます。建物もそうですね、人間と同じで誰からも期待されないと腐っていくもの。放置された空き家はボロボロになっていきますが、一人の DIY ヤーが期待をかけたことによって、まあ期待以外にも時間とお金と労働力、いろんなものをかけまして再び輝き始めたわけですね。ああ、そうですね、なかなか空き家 DIY というものはいいものでございますよ。完成者姿を見ると、まあ、これね、自己満足かもしれないんですが、なんかお家に感謝されている気がするんですよね。はい、まあ気のせいだとは思いますが、ぜひ皆さんも空き家 DIY やってみましょう。ということでチャンネル登録者様がここでぐっと増えて1560人、ここからやっと収入が入ってくる YouTuber になれたということですね。はい、ということでステージ3は1万円マイホーム、1万円で購入したマイホームを直してまいります。はい、それでは行きましょうか。まずはルームツアーでございます。これが1万円で購入した家だ。お邪魔します。はい、縦に長いお家でございます。和室8部屋、蔵倉庫付き、まあ昔ながらの広い部屋数の多いお家ですね。玄関入ってすぐの和室、一番広い和室でございます。ありがたいことに綺麗に片付けていただいておりますが、まあおそらくここに仏壇とか神棚があったんでしょう。仏間でございます。和室3部屋ズドンと並ぶ。襖を取ったら大きな1部屋。まあ昔のお家は本当にね、親戚一同が集まるとかよくあることなので、20人ぐらい一気に集まれるような、そんな間取りになっておりますね。まあ、いわば仏間はパーティールームみたいなもんでございます。はい、キッチンは棚が多くて圧迫感がすごかったです。こちらは配管むき出し洗面所、ボイラーとか井戸水用のポンプとかあってね、物々しい雰囲気でした。お風呂はもちろんタイル張り、浴槽までタイル、これは渋い。健康ランドのサウナの水風呂みたいな、そんな様相を呈しております。奥に進むとトイレが2つ、使用禁止という張り紙が貼ってあったドアを開けると、その先には黄ばんだ便座にバッテンマーク、来る者のお尻を拒むような、そんな雰囲気を感じます。キッチンの横に小さなお部屋、その広さは約3畳半。何のために作られた部屋なのか、ただ一つ言えることは、この部屋が一番日当たりがいい。このうち住宅密集地に建っているせいか、ものすごく日当たりが悪いんですよね。はい、バリアフリーとは真逆のお家、高齢者を拒むような崖のような階段を登ったその先に広がっているのは和室、しかも2部屋。はい、この和室、このお家7部屋目の和室でございます。本当に古いお家って和室ばかりなんですね。このお家は築約60年、まあだいたいうちの両親と同じぐらいの年齢でしょうか。はい、こんなお家を今から綺麗に直します。まだまだ引退は許さない。このお家マイホームとしてバリバリ働いてもらいましょう。それでは行きましょう、 DIY スタートでございます。まずは居住空間を整える。2階から行きましょう。ここをキャンプ地とします。ここは東北極寒の地。 DIY を始めたのは10月、これから来る真冬の寒さ耐えるため、発泡ウレタンシュシュッと吹きつけ隙間を埋めて、グラスウールで断熱施し、壁を作るぞ石膏ボード。いや、なかなかいいんじゃないでしょうか。この地域真冬はマイナス7度にもなります。これぐらいの装備を施せば大丈夫でしょう。お次は隣の和室、黄ばんだ畳を撤去いたしまして、根太を格子状に組んでまいります。その上に合板を乗せます。急な階段、えっちらおっちら、丸ノコでスパッとカット、ぴったんこ床ができました。もともとはこの和室隙間だらけで、もはや外のような部屋でございました。何気なく壁の隙間を見た時に、カメムシ7匹こんにちは、ちょっと引きましたね。天井からピーナッツが出てきたり、謎だらけの部屋でございましたが、みるみる素敵な部屋に変わっていっております。白装束に身を包み、天井白く塗る儀式を終えまして、和室が必ずおしゃれになる照明点灯、はい、一気にお部屋が和モダンに。手にしているのは左官ごて。そうです、これから塗るのは漆喰でございます。前回の物件でもう一生塗らないと決めていた漆喰、早々にその誓いを破ってしまったのでございます。アンティークベージュという色の着色料を混ぜまして、今回は色付き漆喰。この漆喰の磯の香りを嗅ぐたびに、なんで私はまた漆喰を塗っているんだろうと後悔をいたしますが、それでもやめられない、止まらない、それが漆喰の魔力でございます。はい、ここからは相方の獅子粉塵の大活躍、あーというおたけびとともに本棚が完成。そしてシュッとしてパッとしてガラスをカット、素敵な内窓が完成いたしました。
いいですね。ここが寝室になる予定なんですが、素敵な北欧風の部屋に仕上がりました。さあここから作るのはベッドでございます。相方の大活躍が止まらない。ホームセンターでカフェ板を購入いたしまして、カットして組み立ててワックスで磨く。まるで星のリゾートにありそうな、まるで宙に浮いているように見えるプラットフォームベッドというものが完成いたしました。なかなかいいですね。ただこれだけじゃ終わらない。よし、光らせよう。いかがでしょうか。パーティーモード搭載でございます。ということで2階和室完成。こっそりと階段の壁の漆喰を塗り直したり、照明を新しく取り付けたり、デスクを作ったり、押し入れ改造したりした結果、こんな部屋になりました。引っ越し当初はここを居室としておりましたが、今では書斎でございます。はい、電気を消せば漆喰壁がルームシアターに早変わり。お隣は寝室。もともとはボロボロの畳が敷かれていた古い和室でございましたが、今では北欧風のホテルライクの部屋に生まれ変わっております。ちなみにこのロッキングチェア、ステージ2の物件から拾ってきたものでございます。再利用しております。はい、ということでまずは拠点を確保いたしました。お次は水回りを攻めていきましょう。はい、水回りシリーズ第1弾。これがなくては生きていけないお風呂でございます。伝統の在来工法タイル張り。壁床もちろん、浴槽までがタイルです。見上げてみると天井はベニヤ1枚ペラペラ。皆さんこんなお風呂見たことありますか？これはなかなかに気合が入ったお風呂ですね。 DIY のしがいがございます。まずは禁断のタイル塗装。タイルにペンキを塗ってまいります。白いペンキを塗りましょう。密着ロンで下地を作って、ローラー転がしコロコロ。タイル部分とモルタル部分でちょっとね、白の色を変えてみました。ツートーンカラーでございます。この後1年間お風呂使ってみたんですが、あ、確かにね、タイル塗装ちょっとね、剥がれますんであんまりおすすめはいたしません。床に貼るのはバスナフローレ。ひんやりとしたタイルの床が一瞬で、ただ貼るだけで真冬に怯えずに入ることができる床に変わるんです。さあお次は天井だ。さすがに天井ベニヤ1枚では心もとない。防水性のあるパネルを貼っていきましょう。その前に換気扇を増設。そのための穴を開ける。薄いベニヤでパネルの下地を作る。ちなみにベニヤ板には強力防水1番という防水剤を塗っております。さあ出ました、パネル。アルミ複合板というパネルでございます。これを貼ればしっかり防水。両面テープとシリコンコーキングでくっつけまして、はい、完成でございます。そこにダウンライトを取り付けて、換気扇も設置。お風呂 DIY も佳境に入ってまいりました。シャワーを取り替えます。はい、人生で2回目の水栓交換。前回はキッチンの水栓を交換いたしましたが、シャワーもね、同じです。シールテープをぐるぐる巻いて水漏れぬよう取り付ける。さあいよいよフィナーレでございます。浴槽の再生だ。この浴槽どう再生してやりましょうか。とりあえず剥がれるタイルを剥がします。剥がれたところはセメントで埋めていくぞ。必殺タイルオンタイル。なんとも豪快な手法。タイルの上にタイルを貼る。そう、それがタイルオンタイルでございます。崩れ落ちるタイルに絶望しながら、ありったけの突っ張り棒をかき集めまして、泥沼の攻防戦。セメントまみれになりながらタイルの接着完了。仕上げの目地埋め。さあ行きましょう。これでフィニッシュだ。まだ見ぬ入れるお風呂を目指して、この時すでに12月お風呂に入れないと困る。やっと完成した。これが入れるお風呂だ。キラキラと輝く混合水栓。サンサンと輝く LED の光。ゴーゴーと湿気吸い出す換気扇。そしてお湯を溜めることができる浴槽。なんてありがたいんだ。温かいお風呂に入れるってなんて幸せなことなんだ。幸せの湯煙お裾分けいたします。はい、ということでお風呂 DIY 完了。お次は洗面所でございます。はい、こちらが洗面所のビフォーでございます。物々しい器具が並ぶ洗面所。瞬間湯沸かし器に井戸のポンプ。その名もニューケゴン。素晴らしい名前だ。そしてこちらがお風呂のボイラー。黄ばみに黄ばんだ洗面台。うわー、この床ふかふかしてる。さあここから DIY を始めましょう。まずは洗面台を撤去。ふかふかの床を剥がしたら、なんか床の下地がなくなっていましたね。だいたい在来工法のお風呂の前の床ってこんな感じになってますよね。はい、床下組み直しまして、合板を上から貼る。はい、ということでなんとか床の再生完了。と思いきやこっちもダメだった。手前の床もダメ。結局ほぼ全て張り替え。先ほどね、丸のこ手袋つけながら使っておりましたが、絶対にダメですよ。巻き込まれた時に大変な大惨事になります。はい、またまた出ました、大和漆喰20キロ。もうやめようと思ってもついつい手を出してしまう。それが漆喰でございます。天井には壁紙を貼りまして、照明はダウンライトで仕上げる。床にはクッションフロアを貼りまして、いいですね。みるみるうちに洗面所が完成していきます。この作業を行っているのが引っ越してから1ヶ月ほど経った後ですね。なのでそれまでは工事現場みたいな脱衣所でお風呂に入る準備とかをしていたわけですね。なかなか過酷な状況でございました。今考えると大変だったな。まあ人間は意外とどんな環境でも生きていけるということで、少しはタフになった気がします。はい、自作の洗面台を作りまして、はい、意外と簡単にね、洗面台って作れるんですよね。給水管をつないで排水管をつなぐ、たったそれだけでございます。これが初めての塩ビ管の加工でございます。やれば何でもできるもんですね。この通り
通り1年経った今でも問題なく使えております。さあ洗面所最後の仕上げだ。タイルを貼って鏡をつけて照明をつける。こう見えて私 DIY を始めてから電気工事士の資格を取りました。こういった電気工事資格がないとやってはいけません。だけど私はできるんです。なぜなら資格を取ったから。いやー大変でしたね。仕上げの鏡を取り付けまして洗面所の完成。もともとはこんな洗面所でございました。オリジナルの引き戸も取り付けまして、いかがでしょうか。地中海の風香る南欧風の爽やかな洗面所に生まれ変わりました。あの過酷な環境でお風呂に入りたくない、その思いから完成したこの洗面所。生きるって厳しいですね。はい、お次はトイレでございます。トイレ2つございますが、手前のトイレを直しましょう。使用できませんという張り紙、バッテンマークの便座の蓋、固くなな強い意志を感じます。その原因、水漏れでございました。便器と床の間からじわっと水漏れしておりまして、一旦便器を外しました。便器の裏側ってこんな感じになってるんですね。染み出した便器の水が伝わって石膏ボードがベタベタ。気づいたらトイレの壁がなくなっておりました。もうこの際拡張だということで、トイレの広さが 1.5倍。水漏れの原因は便器のパッキンの劣化でございました。パッキンを交換いたしまして、トイレを再設置。さあいかがでしょうか。よしよしよし、お見事、水漏れ解消いたしました。これでトイレが使えるぞ。やっと生活ができる。お風呂に続いてトイレの修繕も完了。ライフラインが徐々に整いつつございます。壁紙クッションフロアを張り替えまして、どんどんトイレが素敵に爽やかに気持ちよく用を足せる空間に進化していく。トイレはお家の中で一番リラックスできる空間でなくてはいけない。リラックスできる色といえば青ですね。はい、どうでしょうか。この真っ青な扉ちょっと張り切っちゃいましたね。はい、鮮やかすぎる気もしますが、これはこれでいいんじゃないでしょうか。はい、最後の仕上げはウォシュレット。誰でもできる DIY、待ってました。これがなければ生活できない現代人の必需品。さあテスト稼働だ。なんかね、テスト稼働をするときにビニールを貼るんですけど、ビニールの貼る場所を間違えてお尻が水浸し、なんだか漏らしてしまった感覚になって少し恥ずかしかったです。はい、ということでトイレ完成。奥のトイレは放置、1年ぐらい開けていないんで今どうなってるか分かりません。時には切り捨てることも大事なんですよ。はい、次は小さな部屋でございます。キッチンの隣の小さな部屋、この家で一番光が当たる部屋。約3畳半の小さな部屋なんですが、どう調理しましょうか。まずは床下チェックのタップダンス。おっと、ちょっと怪しいぞ。明らかにありえないたわみ。畳を剥がすとこうなった。シロアリさんのお食事後でございました。いやはやよくこの状態で床として成り立っていましたね。はい、ということで床を作り直します。この日は2月、やってきました大寒波。室内なのにマイナス4度、外はマイナス6度ぐらいだったでしょうか。さすがにこの状態で床がないのはきつい。早く床を作らねば。さあここから地獄の始まりだ。過酷な労働環境、重労働で凍える体、痺れる手、極寒の中の作業で手と足の全ての指が霜焼けに。やったことない作業をただひたすらにがむしゃらにやり続けること4日間。新たに大引きを入れまして、しっかり補強もいたします。シロアリ対策、湿気対策も抜かりなく。床下からの湿気を防ぐために防湿シートを敷き詰めます。大引きの上に根田を張り巡らせましたら、頑丈な床下地が完成。飛んでも跳ねても大丈夫、100人乗っても大丈夫。はい、ということで断熱材を入れたらいかがでしょうか。もうこれは床と言っても過言ではないでしょうか。さあ床再生の総仕上げ、ご飯を表面に貼りまして、待望の床、1週間ぶりの床。極寒の中何度この光景を夢見たでしょうか。床があるって素晴らしい、床があるだけでも幸せだと私の中で家の定義が変わりました。はい、床について熱弁している間に壁の塗装が終わっておりましたね。ここで相方が登場。さあここで出ました、移動する養生。なんと養生を移動させるという大胆な発想で効率的な塗装を実現。これは天才のなせる所業でございます。はい、ということでクッションフラーを貼りまして、押し入れを改造。この頃にはね、寒波もすっかり過ぎ去って気温も上がって小春日和。床がない時だけ寒波が来ていたようですね。おかげで私労働者としてのレベルが上がった気がします。本当にね、寒波の中の作業はまるでトンデン兵にでもなったかのような、そんな気持ちでございました。はい、ということでおしゃれな照明取り付けて小さなお部屋の改造に成功。いかがでしょうか。壁もあるし床もある、そして太陽も降り注ぐ。今ではこのお部屋、2匹の保護猫をお迎えしたんですが、その猫ちゃんたちのお部屋になっております。はい、皆さんは真冬に床を開けないようにお気をつけください。はい、次はキッチンですね。ご覧ください、この収納の数、右から左に棚棚棚。そのせいで凄まじい圧迫感。シンクはまだまだ使えそうですね。まずはこの棚を外しましょうと思ったら、棚だけではなく天井も外れた。さらには壁もなくなった。おっと、この棚、天井と壁も兼ねていたんですね。えい、もうこれは全部張り替えやということで、天井を剥がしたらこの通り。なんだかね、おしゃれな張りが出てきましたよ。お、ラッキーということで、天井の高さを上げて張りを出すことにいたします。
たしました。素人の DIY は朝礼誤解、明日は明日の風が吹く、計画なんてありゃしません。どうせなら照明もおしゃれにしたいですね。しっかり断熱材を入れまして、憧れのダウンライト点灯、はいおしゃれ、レーザー炭出し器でレーザー照射、はいかっこいい、天井を作って壁を作って、うん、キッチンなかなか様になってきましたね。ちなみにこちらの作業、今までの作業よりも前に行っておりまして、確か9月ですね。残暑の中の作業でございます。いやーこの頃は良かったですね。やっぱり DIY 寒い中するもんじゃないですね。はい、ということで壁紙貼り終わりまして、お次は床だ。床は少し奮発いたしまして、フロアタイルでございます。モルタル調のフロアタイルを敷き詰めて、目指すはおしゃれなカフェ風キッチン。おしゃれなキッチンのためならば天井裏も何のその。天井裏の隠密活動はこの照明のためでございました。手元灯代わりのペンダントライト、もはやカフェ、忘れちゃならない換気扇、はい、シロッコファンの換気扇を取り付けましょう。一度取り付けたはいいものの、取り付け位置が高すぎましたね。これね、法律で決められていて、換気扇は火元から80センチから100センチの間のところにつけなければいけないという、なかなか厳しい条件がございます。もうおなじみになりました水栓取り替え3回目。さすがに3回目ともなると何の躊躇もなくできるようになりました。光り輝く混合水栓、いつ見てもこの瞬間は気持ちいい。カフェといえばタイルでしょう。飽くなきカフェへの探求心、白いタイルを貼りまして、これはなかなかカフェなんじゃないでしょうか。はい、最後に目地を埋めまして、いいよいいよ、仕上がってるよ仕上がってるよ。これでキッチン DIY 終わりかと思いきや、生活してみると少し使いづらい、作業ができるスペースが少し少ないということで、私がベストなソリューションを提供しましょう。作業スペースと収納スペース一元で管理ができる、そんなワンストップソリューション、それがこれだ。自宅の作業台でございます。はい、天板には IKEA の天板を使いました。確か3000円ぐらいで安かったですね。はい、いかがでしょうか。もともとは圧迫感のあるキッチンでございましたが、料理系 YouTuber にでもなれそうな、そんなキッチンが出来上がりました。はい、次は廊下でございます。この暗い廊下、まるでバスへの雑居ビルのような、そんな暗い廊下を明るく大変身させてまいります。さあどうしましょうか。まずは照明からでございます。昔ながらの蛍光灯を LED のダウンライトに変えましょう。ほら明るくなったろう。さあまだまだ明るい廊下計画は続く。壁が光を遮るならば壁を壊せばいいじゃない。お隣の一番明るい小さな部屋から光を少々拝借しました。まだだまだ光が足りない。さあどこから光を取ってこようか。そうだ正面だ、正面には窓がある。ここから少し光をもらおう。またまた壁をぶっ壊し埋め込んでみよう。ガラスブロック、また一つ光を集めることができました。もっともっとオーラに光を分けてくれ。お次は壁だ。壁を明るくいたしましょう。漆喰を塗ってくすんだ壁を白くする。左の壁は小豆色、まだまだいける。次は天井だ。天井に白い壁紙貼りましょう。壁紙を頭にかぶり、その姿まるで獅子舞のようでございます。はい、だいぶ明るくなりましたね。仕上げは床でございます。床にはクッションフロア、もうおなじみのクッションフロアですね。これまでは汚くて裸足で歩くことはできませんでしたが、やっとこれで裸足で歩けるようになる。もうこれは家でございます。やっと家になった。キッチン2階、そしてお風呂、この3つの居住空間がやっとつながりました。そして最後に古風な扉を魔改造、中空ポリカを張って光を通す。もうこれ以上は光を集めることができない。もともとはこんな暗い廊下でした。それがここまで明るくなった。正面に埋め込まれたのは光を集めるガラスブロック。壁はぶち抜き窓にして、そして引き戸は中空ポリカに。家中の光大集合、これなら明るい気持ちで生活ができそうですね。さあここまでで最低限の居住空間は整った。ここからは居住空間の拡張、未開の地へ進出していきましょう。はい、開拓活動の始まりでございます。まず第一歩はピアノの部屋、ピアノがある和室でございます。はい、もともとは2つの小さな和室で構成されておりました。でここにね、カモイがあったんですが、まあおそらく後で取ってつけたようなものだったんで、無理やり2部屋に混じ切ったんでしょうね。そこを1部屋につなげます。まずはおなじみ大和漆喰20キロでございます。相方がエプロンつけて攪拌機をぶん回す。豪快漆喰3分クッキング。漆喰とカレーは1日置いたものが良い。はい、漆喰を上塗りして、はい、床も張り替えました。床にはカフェ板という杉の木材を張ったんですが、まあこれ次の部屋でも行うのでちょっと省略いたします。やはりいいものですね。無垢の床、温かい雰囲気が和モダンのテイストによく合います。古い和室をおしゃれにするには、まずは照明を変えること。はい、照明を変えるだけで古臭かった部屋の雰囲気が一気に味になる。居住空間の拡張第1弾、まるで古民家カフェのようなそんな雰囲気に仕上がりました。このピアノは残置物なんですが、部屋の雰囲気によく合います。これまでは2階の部屋にこもっておりましたが、我々の家にリビングができた。 QOL 爆上がりでございます。なんだか丁寧な暮らししてそうなお家ですね。はい、ということでここでゲスト登場、キャットウォーク作りましょう。
せっかく戸建てに住んだので夢だった猫ちゃん2匹お迎えいたしました。保護猫団体さんに保護されていた2匹の子猫を築60年の我が家にお迎え、せっかく DIY やなんでキャットウォークぐらい作ってやりましょう。まずは柱に麻紐を巻く。麻紐2人でぐるぐる、努力と根性忍耐力で猫ちゃんのためにぐるぐる。ちなみにこの白い猫ちゃんがホアちゃんでございます。でグレーの猫ちゃんがグリちゃんですね。何ができるのかと興味津々で見守っています。おっとグリちゃん飲み込みが早い。そうです、柱を登り棒にしたんです。ただただ麻紐を巻くだけ。こういった柱っておそらく古民家にしかないと思うんですよね。古民家というか築古物件ですよね。築古物件だからこそできる DIY、 おそらく新築では真似ができないんじゃないでしょうか。お次は 2x4 と廃材で作ったキャットウォーク本体ですね。猫ちゃんのためにせっせと労働力投入でございます。さあうまく活用することができるのか。おっと飛んだ、すごいですね。はいグリちゃんはどうでしょうか。目の前にチュールをぶら下げ上へ導く。吊り橋も最初は恐る恐るでしたが、ちゃんと使ってくれました。これからも2匹で仲良く遊んでね。こらホアちゃん叩くんじゃない、グリちゃんをテイテイするんじゃないよ。はい、ということで猫ちゃんたちをパーティーに加えまして、今回の自宅 DIY 最終エリア仏間でございます。最後に仏間と廊下をきれいにしてまいりましょう。壁はもちろん砂壁、くすんだ壁が家の雰囲気をどんよりさせています。このままでも使えないことはないんでしょうが、せっかくなんで無垢の床を張った温かみのある明るい雰囲気の部屋に変身させていきましょう。そのためにはもちろん漆喰、漆喰を塗るための下準備、私も学習いたしました。砂壁を残しておくとアクが出る、これは間違いございません。またお世話になります。大和漆喰20キロ、20キロの漆喰を壁に塗りたくる。見てください皆さん、これがアクでございます。やっぱり砂壁を落としていないところは見事にアクが出ましたね。はい、こうなると塗り直しをする羽目になってしまいます。特に仏間は線香の煙を吸いまして、シーラー塗ってもアクが出ること必至でございますので、必ず砂壁落としましょう。はい、ということでお次は床でございます。床下チェックのタップダンス、果たしてそのステップは絶望へのステップか、喜びの舞となるのか。床を剥がしてみたらさあ大変、なんだか支えが少ないですね。通常大引き、その上に根座という形で格子状に木が組まれております。だけどこのお家は大引きしかない、なんだか強度が不足している気がするということで、塚を入れて補強、構成塚をセット、そしてコンクリートピンコロを置く。この後塚を突っ張らせてしっかりと補強をしていくということですね。今はまだ補強金具が宙に浮いている状態。さあ今から安定した床に向けて着陸準備、ゆっくりと着陸してまいります。はい、いかがでしょうか。無事着陸いたしました。まあシロアリにやられている等はありませんでしたが、せっかくなんで湿気対策、防湿シートを敷いて床下カラットを巻く、そして封印、地下帝国に送り込む。床ができたぞ。さあここからは断熱をして、その上から無垢の板を張っていく。いよいよ1万円で購入したマイホームフィナーレに向けて進んでおります。気づいたら春、3月になっておりました。我々この地域に移住してきまして、初めての冬を過ごしました。なんとか乗り越えることができました。今年は2年目の冬、この頃よりは格段に快適に過ごしております。なぜなら家がちゃんと家の様相を呈しているから、リフォームが完了しているから、住める家があるって素晴らしい。2年目の冬を過ごして改めてそう思いました。はい、ということでこれが最後の部屋でございます。天井がプリントベニヤでちょっとダサかったので、おしゃれに改造、ダウンライトをつけまして、石膏ボードを上張りしたら、そこに貼るのは白い壁紙。さあ準備は整った。ちょっとその前に無垢のむき出しの針に高級感を添える。和とこオイルを塗りたくる。いらない畳捨ててしまおう。はい、そこにせっせと床を作ってまいります。断熱材を入れまして、お次は合板を貼っていきます。もうここまではおなじみの作業でございます。この上に貼るのは何か、クッションフロアか、それともフロアタイルか、フローリングなのか。天井の壁紙を貼りまして、なんと最後に出てきたのは畳だ。新しい畳を敷いたぞ。畳の部屋から畳の部屋に、まさかのアップデート、バージョンのマイナーチェンジでございました。やっぱり和室一部屋くらい欲しいですよね。仕上げは照明、おしゃれな間接照明つけようと天井裏に潜ったら、なんとなんと超巨大なスズメバチの巣を発見。恐怖に震えながら配線工事、隠密活動、そんな工作活動の結果、まずはどんよりしていた廊下がこの通り。さあ仏間見ていきましょう。どうなったんでしょうか。おっとこれはおしゃれだ。仏間に革命が起きた。これには仏様もにっこり。きっとアルカイックスマイルで優しく見守ってくれていることでしょう。おしゃれな間接照明もついて、元仏間が最高のパーティールームに変身しました。さあいつでも正月お盆どんと来い。いとこに親戚孫一同、何人来ても大丈夫。お隣の和室は琉球畳風のなんちゃって畳が敷き詰められています。思い立ったら座禅も組める、そんな素敵な元仏間。さあパーティーを始めよう。これがお家3軒直してきた DIY ヤーの限界でございます。はい、一旦ここでセーブして次の物件に行きましょう。おっとその前に物件全体のビフォーアフタールームツアーもう一度見ていきましょう。まずは玄関廊下のビフォーです。
はい、もともとはね、こんなちょっとどんよりした廊下でございました。どうです、仏間もこんなに暗い、なんだかちょっとね負の雰囲気が漂っておりましたが、今ではこの通り負のオーラは消え、お家にエネルギーが戻りました。やっぱりねステージ2のお家もそうでしたが、少し手を加えてやるとお家が生き生きと輝き始めます。皆様のご実家も空き家になっていませんか？大切なご実家、思い出のお家が負のオーラをまとう前に DIY で直しましょう。ど素人でもここまでできるね、1年過ごしましたが結構ね快適に過ごせております。このタイルの風呂もなかなかね味があって気に入っています。1万円で購入したお家、リフォーム費用は約60万円程度でございました。まあ材料費だけなんですが、もろもろ経費含めまして、まあ大体ね70万円ぐらいで済めております。良くないですか、70万でお家が持てる。隙間風多くて冬は寒かったり、なかなか不便なことも多いですけど、困ったら DIY で大体解決。なんだかね DIY チャンネル始めてから生きる力がついたような気がします。はい、ということでステージ3、1万円で購入したマイホームクリア。この時点でチャンネル登録者様が 24,012 人、随分遠くまで来たものだ。さあまだまだ行きましょう、エンジン全開ステージ4。お次の物件は廃墟寸前、21日後に住めるはずだった空き家でございます。さあまずはルームツアー、玄関ガラガラお邪魔します。はい、ということでこんなねちょっと変わった間取りでございました。和室が5部屋、洋室が1部屋と、まあたくさんね部屋があるんですけど、敷地いっぱいパツパツに建てられておりまして、おそらく今だと建蔽率の都合上こんな家は建てられないでしょうね。いかがでしょうか、こちらがキッチンでございます。床と壁そこら中が油でギトギト、空き家あるある、部屋中が古い油の匂いで充満しております。さあ奥へずずいと歩を進めていきましょう。そこに待ち受けていたのは奇妙な照明、ニンニクのような照明でございます。トイレは意外と綺麗、ここだけ最近リフォームしたんでしょう。ウォシュレットまでついておりました。まあねでも便座ぐらいは取り替えておきましょうか。洗面所はなかなか古風な入れ立ちでございます。もう定番となりました。洗面所にどしりと構えたお風呂のボイラー、湯沸かしボイラー。さあこのお家の最大部、お風呂でございます。古いけれどもどことなくセンスを感じるお風呂のタイル、浴槽はちょっとなんとかしたいですね。ということで玄関の方に戻りつつ、居室を見ていきましょう。まずは和室1部屋目、ここから和室5連発本日15部屋目の和室でございます。うん、これはまだ綺麗な方の和室でございますね。さあどうでしょうか、このお家の顔、みんなが集う仏間、どよんとした空気が漂っておりますね。なんでしょうかこの仏間ってね、だいたい壁が黄ばんでいるんです、すごいね、なんか大敗的な空気を感じるんですよね。でも大丈夫、壁を白くするだけで見事に生まれ変わる。さあ2階には和室2部屋と洋室1部屋でございます。まずは和室2部屋、タバコでしょうか、壁がものすごく黄ばんでおりました。こちらベランダにも出ることができます。雨どいが一部消滅しておりました。どこに行ったんだ雨どい。雨どいがないと壁に雨水が伝わったり、地味に建物にダメージが蓄積されるんですよね。最後の1部屋、サイケな洋室、まるで UFO みたいな照明がトレードマークでございます。絨毯もすこぶる個性的、まあ、この部屋はそのままにしておきましょうか。ということで一旦お家全部のルームツアー完了。お次はちょっと外もね見ていきましょう。敷地いっぱいパツパツに建物が建てられておりますので、車を止めることができない。軒天は破れ、壁はボロボロ、もはや玉砕寸前でございます。さあこんなお家をどう直していきましょうか。DIY スタートでございます。まあ、今回はね、とりあえず住めるようにするということで、21日間で頑張って直していきたいと思います。という企画だったんですが、42日間かかってしまいました。それでは42日間の奮闘をご覧ください。まずは玄関。玄関の天井に雨漏りっぽいシミがついておりましたので、思い切って開口。開けてしまったパンドラの箱、降ってきたのはネズミの糞。ということでね、まあ、雨漏りではなかったみたいですね。おそらく、外の軒天破れてるとこからネズミが入ってきたんじゃないかなと思います。あそこ閉じればなんとかなるんじゃないかなと。まあとりあえず雨漏りじゃなかったということにほっと胸を撫で下ろし、天井をそっとじ白く塗装。いかがでしょうか、壁も天井も白く塗り、どんよりとしていた玄関の雰囲気がパッと明るくなりました。滑りの悪い引き戸にはこれが唯一のソリューション、シリコンスプレー、さっと一吹きかけるだけ、ドアの開閉円滑に。ぜひ就職活動中の皆さんは、私を物に例えるならば潤滑油のような存在ですと言わずに、シリコンスプレーのような存在ですと言ってみてはいかがでしょうか。少し印象に残るかもしれません。はい、ということでビフォーアフター、もともとはこんな感じで天井にシミたっぷりの暗い玄関でございましたが、こんなに明るく爽やかな玄関に生まれ変わりました。やはり白は正義、白にするだけで暗い雰囲気、負のオーラは吹き飛びます。ということで玄関クリア、お次はキッチンでございます。油まみれだったキッチン、まずは流し台、この流し台はお役目ごめんさようなら。換気扇ももちろん油まみれ、過酷な労働にもうその体はボロボロになっておりました。ゆっくりお休みさようなら。
はい、我ら DIY 屋の強い味方、激安ペンキノボクリーンでございます。一缶一缶16キロで約8000円、白だけじゃつまらないということで、釣り戸棚はグレーに塗っていきましょう。ライトグレー、パステルグレーでございます。はい、いかがでしょうか。なんだかナウい雰囲気になってまいりました。やってきました、工場直送ニューキッチン。出来たてほやほや、鮮度抜群のキッチンがお家に届きました。流し台とガス台合わせてだいたい5万円ぐらいでしたね。はい、汚い柱は白く塗る、お化粧施し隠蔽工作、明るいは作れる、そうノボクリーンならね。お次はクッションフロアを貼っていきましょう。このねレトロな柄の古い床はクッションフロアなのかなと思ったんですが、どうやらこういう床材があるみたいなんですね。剥がせるようなものではなかったので、そのまま上から貼っちゃいました。はい、大きな段ボールから出てきたのは激安キッチンパネルでございます。キッチンへは火に強いキッチンパネルを使いましょう。お次は新しい換気扇を設置。おや、何かおかしい、少し違和感を感じる。まあ一旦置いといて、流し台の接続でございます。排水管まで少し距離がございまして、付属の管では届かなかったので、ホームセンターで購入してきた管を使用。キッチンの設置はたったこれだけでございます。やっとその違和感に気づいたか。そう、換気扇の位置が高かった。これ2回目でございます。いやね、これ本当聞いてほしいんですけど、もともと換気扇がついていた位置同じところにつけたら法律違反だったんですよね。嘘やんっていう感じですけど、まあ築古戸建てよくあることでございます。はい、キッチン DIY 最後の仕上げ、割れたサッシのガラスを交換。ガラスはガラス屋さんにカットしていただきました。私の方ではグレちゃん巻いて枠をはめたら、はい完成。さあ、油まみれのキッチンDIY によってどのように変わったんでしょうか。さすがにここで料理はできないですよね。釣り戸棚も見事に黄ばんでおりました。しかし本当にこのキッチン変わった形してますよね。それではアフターご覧ください。なんということでしょう、あんなに油ぎっしゅだったお台所が爽やかなキッチンに大変身。私には見える美味しそうな朝食を囲む家族の姿が、入れたてのコーヒーの芳醇な香り、バルミューダで焼かれたさっくりふわふわな最高のトーストが、見事に廃墟寸前だったキッチンが生まれ変わりました。はい、次は仏間行ってみましょう。今回の仏間はこちらだ。床下チェック、地獄のカバディ。いやー、こちらのお家はかなり床がしっかりしていた。素晴らしい。それだけでも素晴らしいお家でございます。念のため、レーザー墨出し器で水平をチェック。はい、傾きもない、パーフェクト。素晴らしいお家でございます。もはや新築と言ってもいいんじゃないでしょうか。すいません、それは言い過ぎましたね。恒例の和室から洋室タイム。この作業ももう通算9部屋目となります。もうこれはね、プロの素人と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。はい、綺麗に組まれた床下地、一糸乱れず均等に並んだ根座は美しさすら感じます。ご飯をそっと置いたら、はい床の出来上がり。人生で初めて4メートルの木材を購入しました。バズーカ搭載、我が相棒サンバートラックでございます。移住したての頃はこの軽トラしか持っていなかったので、どこへ行くにも軽トラでございました。現場へ行くときもちろん軽トラ、遊びに行くときやっぱり軽トラ。車なんてタイヤが4つついてればいいと思っておりましたが、13万円の軽自動車を買って初めて乗った時にその乗り心地に感動いたしました。はい、これが YouTuber のリアルな生活でございます。そうこうしているうちに仏間の床作りが完了。お次は壁だ。どうしてこんなに黄ばむのか。手前の部屋は一旦全部の砂壁落としてシーラー塗って準備完了。そこへ貼るのは壁紙だ。真っ白な壁紙を貼ってまいります。ドヨンとした負のオーラをラッピング。本邦公開現場虫トッポギ受精をアニョハセヨ。業務用スーパーの冷凍トッポギがお気に入りでございます。はい、壁紙貼ったらお次は床だ。まるでバームクーヘンのような、そんなクッションフラーの登場だ。クッションフラーを敷いた瞬間、もうそこはくつろぎ空間、作業現場が一気に住める家になる。もうね、この作業あまりにも慣れすぎて作業中の会話はほぼなくなりました。はい、お次は襖でございます。和室にはやっぱり合うね、黒い壁紙、黒襖。いいですね、やっぱりシックな感じ、落ち着いた感じになります。ここを白にするのもいいんですが、やっぱりね黒の方が少し引き締まる感じがして私は好きです。はい、ビリビリに破れていた障子を張り替えまして、仏間のリフォーム完成。見てください、このビフォー。今にも奥の押し入れから貞子が出てきそうな、そんな雰囲気漂っております。それがいかがでしょうか。丸いもじゃもじゃ照明をつけたら、もはや古民家カフェ。貞子もにっこり一枚パシャリ、インスタアップで人気者。いいですね、なんか仏間って基本壁を白くして床を作り直すだけで随分とおしゃれになるもんなんですね。なんでしょうか、やっぱり空間が広いので普通の八丈間とかよりも開放的に感じておしゃれに見えるんですかね。みんなもっと仏間を活用しようぜ。ということで、お次は廊下でございます。奥へ続く廊下、おっとここにも雨じみが。開けてびっくりネズミの糞。ここも雨漏りではなかったみたいです。昔ネズミがいたみたいですね。不思議な照明、ニンニク照明。これね、捨てた後調べてみたらなんか1万円ぐらいで取引されてました。やっちまったぜ。これからはちょっとレトロな可愛らしいものはね残しておこうと思います。
はい、天井を塞いで、お次は塗装。僕らの味方、ノボクリーン。はい、まあ白をね、よく塗っているんですが、結構白の塗装って難しいんですよ。一度塗りだけだと、やっぱりムラが出てしまいやすい。濃い色よりも圧倒的に白が難しいです。二度塗りは必須やで、綺麗に仕上がりました。お次は壁でございます。壁は砂壁。貼るのは壁紙。下地の処理はカチオンシーラー。まあ一番いいのは、砂壁の上にベニヤ板を貼って、その上から壁紙貼るのがいいんですが、このうちの砂壁は状態がしっかりしていたので、シーラー塗ってその上から貼るだけでも全然問題ありませんでした。ここで突然お客様、開いた窓からこんにちは、可愛いツバメがいらっしゃいました。いかがでしょうか。こちらお住まいになられるならお家賃いただきますが、あ、そうですか。ツバメさんも森に帰り、我々労働者も労働に戻ります。おしゃれな照明を取り付けまして、皆さんお気づきいただけましたでしょうか。もともとの照明紐がついておりました。ということは一生消えない、灯り続ける明かり、我々の希望の光は絶やしてはいけない。まあそんなわけにはいかず、スイッチをつけました。いつも心に SDGs ということで、ビフォーアフターでございます。まずはビフォー。意外と価値あるニンニク照明、今見たらなんかすごくいいものに見えてきました。はい、こちらがアフターでございます。いいですね、やはり白って素晴らしい。ちなみにね、新しくつけた照明の方が実はニンニク照明より安いんですよね。ということで廊下クリアでございます。さあ奥へ、いやその前に一旦外を何とかしましょう。破れた軒天あまりにも開放的。ネズミさん、ハクビシンさんいらっしゃい。そんな軒天とも今日でおさらば。しっかり塞ごう、ケイカルバン。はい、ケイカルバンというなんかね、あの5ミリぐらいの板で塞いでいきます。ホームセンターなんかに売っておるものでございますが、まあ、特にね防水性とかはなさそうなんで、ここからペンキなんかを塗らなければいけないですね。さあそれではここからはストレス発散、ブロック塀の解体ショー。男ならハンマー1本ぶっ壊す、ブロック塀にフルスイングと行きたいところでございますが、たまに人が通るのでコツコツバントでぶっ壊す。ブロック塀は必ず当たるバッティングセンター。ストレス社会に生きる皆様、ブロック塀壊しいかがでしょうか。労働力募集中でございます。さあ最後に残った基礎の部分、人生初の初力片手にハツってハツってぶっ壊す。粉々にしたブロック塀を庭に巻いたら、あら素敵。はい、これで車1台分止められるようになりました。はい、ここからは足場タイムでございます。実はね、職人さんに外壁塗装と外壁張り替えお願いしておりまして、その足場を使いまして、ちょっとね、いろんなところ修繕してまいります。ボロボロに腐り果ててた鼻隠し、新しい木に入れ替えて軒天も補修。いいですね、ここだけ新築、よくぞ素人がここまでできたものだ。はい、ここからは板金屋さんにバトンタッチ、板金を巻いていただきました。さあ雨どいが落ちていましたので付け直す。しっかり勾配取りまして、金具に雨どいガッチャンコ。はい、収まりました。いいですね、雨水が集水器に集まっていきます。サミダレを集めて生やし集水器。さあ2階の雨どいが一部消滅していたところ、ここに雨どいを追加いたします。はい、ホームセンターで買ってきました。本当にホームセンターって何でも売っていますね。本気を出せばホームセンターの材料だけで家とか建てられるんじゃないですかね。どうなんでしょうか。はい、雨どいを接着するには雨どい用ボンドを使います。この日は灷熱の8月、気温は約32度。いやー、ここにイボの糸でも流して、ということで、はい、ビフォーアフターでございます。ブロック塀が来るものを拒む、その一方で軒はガラ空きだ。そんな状態に素人 DIY ヤーがメスを入れた。はい、ブロック塀をぶっ壊し、外壁は職人さんに綺麗に張り替え、そして塗装をして修繕していただきました。はい、ぐるっと家の西側に回ってみましょう。雨どいがついております。軒天もついております。外壁も剥がれておりません。素晴らしきかな、ちゃんとした家、手が加えられた家、空き家からの復活。さあまたこの世界で一緒に働こうじゃないか。廃墟寸前の空き家に生気が戻りました。それではまたまた和室でございます。和室の再生、もう何度目でしょうか。この畳はひどかった。ちょっとね、床下が心配ですね。床下はものすごい湿気なんじゃないかと戦々恐々としながら、床を開けたらそうでもない。一本だけ劣化していた根田がございましたので入れ替えました。ようこそ新人株式会社床下へ。当社はこの家を床下へ支えるインフラ企業でございます。さあ共に身を粉にしてこの床を支えていこうじゃないか。ということで何十年ぶりかに新人が入りました。この床下に生え抜き以外が入るのは初めてでございます。よろしくお願いします。そんな冗談を言っている間に床が完成。ここからは30秒で超高速で見ていきましょう。まずはささっと壁紙貼って、いつもの調子でクッションフロア、上から下まで切って貼っての大活躍。全部完璧にはできないが、全部それなりになんとかする。あ、これが本当のジェネラリストなんじゃないでしょうか。知らんけど。ということで、この世にあまたある放置された和室、その一つがまた洋室に改造されてしまいました。それではご覧ください。アフターでございます。障子から優しく差し込む光、それを受け止める白い壁紙。これまでは砂壁でなんだか暗い雰囲気が否めませんでしたが、いかがでしょうか。すっかり明るい部屋に変わりました。押し入れの扉もライトグレーに塗りまして、ナウナヤングも大喜び間違いないでしょう。さあ一気に行くぜ、洗面所、みんな大好き水回り。
はい、この洗面所を大改造してまいります。もともとは照明がついておりました。まあ一応ついていたんですが、正面の中の手元灯みたいなものだけだったんですよね。なので照明増設、換気扇増設、天井張り替え、壁紙張り替え、洗面台を入れ替えて、床にクッションフロアを張って、まあそんな感じで洗面所を改造していきましょう。まずは電気関係からでございます。照明とか換気扇とか一元で管理できるような、そんなスイッチをまずは取り付ける。はい、ドライヤーも使えるようなコンセントも取り付けました。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。あとは配線をうまいことぴゃぴゃってやって、石膏ボードで天井を塞ぐ。本当に信じられますか、今まで照明なかったんですよ。どうやってお風呂入ってたんですかね。はい、こちらですね、今回ダウンライトをつけようと思います。はい、換気扇も元気に回ってますね。ダウンライトをつける穴を必死のパッチでくり抜きます。事前に通しておいた電気の配線につなぎまして、いいですね、明るくなりましたね。いつものように天井壁に壁紙貼って、みるみるうちに清潔感のある洗面所に変わっていきます。あえての裸電球、おしゃんな照明、シンプルだけどそれが良い。さあ、いつものようにクッションフロアを貼りまして、余分な部分をカットしてまいりましょう。またまたやってきました、工場直送洗面台。古い洗面台は学校とかにあるタイプの洗面台でしたね。パカッと外してさようなら。意外とね、簡単に外れるんですよ、こういうのって。新しく来た洗面台が堂々と鎮座。高速で回る養生テープ、なんかね、養生テープ貼ると綺麗に穴が開くって聞いたんですが、やり方間違ってますかね。はい、今回も給水管と排水管をつなぐだけ、とっても簡単洗面台の DIY。 はい、ビフォーアフター見ていきましょう。もともとこんな洗面所でございました。お風呂だけじゃなく洗面所も伝統の在来工法タイル張り。はい、それが今ではこの通り、タイルはそのまま残し、照明も少しレトロなものを採用。明るいモダンだけれども少しレトロな要素も残す。これが空き家 DIY でございます。古い家は古い家なりの良さがある。なんだか間違いな追い焚きスイッチをガス屋さんにつけていただきまして、洗面所のリフォーム完了。それではお次はお風呂でございます。このお家の奥の奥、まずは浴槽を塗ります。塗るんです。バスピアコートで塗りましょう。はい、まずはシンナー使うんで防毒マスクをつけて作業していきます。いや本当に危ないですからね、飛びますよ。はい、ということで最初はシンナーでダッシュといって、油表面についてる油を取りまして、でそこから塗装を一度塗り。バスピアコートというのは商品名で、浴槽専用の塗料でございます。なんかね、2つの液を混ぜて強力な塗膜を作るっていう、まあそんな感じの2液塗料なんですが、なかなか良かったですよ。本当に半年ぐらい使ってますけど、全然ね剥がれる気配とかないですからね。はい、タイルの床にはバスシート、今回はね NS シートというものを使いました。この面積で確か3000円ぐらいだったと思います。自宅ではバスナフローレというものを使ったんですが、それは8000円ぐらいしましたね。浴室リフォーム、仕上げにシャワーを変えまして、はい、ビフォーアフター、まずはビフォー。このお風呂ちょっと入るの躊躇します。アフターはこちら。実は照明も変えております。 LED の照明をつけまして、どうですか浴槽、もう新品みたいじゃないですか。浴槽塗料大体ね結構高いんですけど、1万2000円ぐらいでしたね。1万2000円程度で浴槽が再生できるんなら安いものでございます。さあ最後の戦い、2階でございます。2階はねもうちゃちゃっと終わらせてしまいましょう。壁紙貼って襖をきれいにして、それで終わりにいたします。今回の目的はね、まあ住めればいいということなんで十分でしょう。壁紙貼るため下地を調整、シーラー塗って、準備完了。さあ行きましょう。どんどん壁紙貼っていく。ヨーヨー白くなりゆく和室、タバコでしょうか。黄ばんだ砂壁もこの通り。あっという間にこの清潔感、この白さ。はい、真ん中の襖ちょっと立て付けが悪くなっていたので、丸のこギュインとややカット、ちょっぴり削ればスイスイ。はい、襖が軽快に走り出しました。はい、汚れちまった襖紙剥がし、白い壁紙貼っていく。シンプルイズベスト。いいじゃないですか、こういうのでいいんだよ。裏面も同様に同じ作業を繰り返す。本日2回目、こういうのでいいんだよ。汚れて汚くなっていた窓枠は相方が塗り、この通り。うん、汚さはなくなりましたね。はい、柱も塗って、いよいよフィナーレ、押し入れを真っ白に塗って完成だ。ビフォーアフター、なんでしょう、そこはかと漂う廃墟感、破れたカーテン、黄ばんだ砂壁、それが一新。はい、こちらがそれなりの和室でございます。壁を変えるだけでこんなにも雰囲気が変わるんですね。皆さんもご実家とか、この和室なんだかなっていう和室あったら、壁だけでもなんとかしてみてはいかがでしょうか。まあ、今回畳5座敷いてるんですけど、表替えとかやったらさらにね素敵な和室になりますんで、ぜひお試しあれ。だいたい表替えはね1枚めちゃくちゃ安いところで3000円ぐらいです。はい、ということで皆様お疲れ様でした。以上、21日で住める予定だった廃墟寸前の空き家でございました。廃墟寸前の空き家が42日間で見事に住める家に進化しました。
まあ、進化したというよりも戻ったといった方が正しいでしょうか。はい、もともとは車も止められないし、軒はあまりにも開放的だし、天井には怪しいシミがあるし、なんだかもう貞子が出てきそうな、そんな暗い雰囲気のお家でございましたが、素人 DIY や頑張りました。とにかく白く白く白く塗る、時には貼って白くする。キッチンもね、もともと油まみれだったんですよ。それがなんと今ではこんな素敵なキッチンに、ぜひ元所有者さんにも見せてあげたいですね。絶対ここまで綺麗になるなんて思ってないと思いますよ。腰抜かすと思います。世の中の多くの人は、まさか自分の空き家が、管理できていない空き家がここまで綺麗になるなんて思っていないはずでございます。でもできるんです。やればできるんです。何百万もかけずとも、それなりの仕上がりで良ければ、自分たちでもそこそこできる。私たちど素人でもできたんだから、きっとあなたも大丈夫。いやー、ニンニク照明は本当に惜しいことをしましたね。どうですか皆さん、DIY したくなりませんか？なってきましたよね。はい、なってると思います。まずは壁紙から、まずは塗装から、そのあたりがお手軽なのでやってみてはいかがでしょうか。今回チャンネル登録者様が10万人達成ということで、この超総集編をお送りしておりますが、これまでコメント欄で数多くのご質問をいただいておりました。で、一つ一つね、全く返すことができておらず大変申し訳ないんですが、ポレポレ DIY LINE 公式アカウントポレポレ DIY の裏側で少しずつコメント返し、動画でやっていきたいと思いますので、もしご興味ある方は、ぜひね、LINE 公式アカウント概要欄からご登録いただけますと嬉しいです。またコメントをどしどしお待ちしておりますんで、ちょっとねコメント欄で返すことはできないかもしれませんが、はい、ピックアップして返させていただきたいと思います。この物件で一番テンションが上がった DIY はお風呂の塗装でございました。こんなに綺麗になるとは思っていませんでした。これはね本当に感動でございます。バスピアコートぜひ皆さんも使ってみてください。なんかねツイッター上なんかではね賛否両論ありましたけど、うん、私は結構ねいいんじゃないかなと思っています。まあ施工がやや難しかったですが、はい、ということで、ステージ4ペラペラおしゃべりしながらビフォーアフター見ていきましたが、いかがだったでしょうか。この時点でチャンネル登録者様が 69,821 人。さあ、あともう少しだ。お次は現在進行形で手掛けているザ・ビーチハウス、45万円で購入した空き家でございます。はい、これまで手掛けてきた物件では珍しく築42年和風ではなく洋の雰囲気のお家でございます。玄関扉を開けると、はいこんにちは、 4DK の小ぶりなお家、ヨーロッパ風のタイルの玄関がお出迎え。玄関の床は黄色と青のストライプ、ハイカラな玄関にいきなり度肝を抜かれております。おいおい廃墟じゃねえじゃねえかということで、はい、リビングに入っていきましょう。リビングに入るとほとんどゴミがない。ピアノがありましたね。なんか松本ピアノという日本のメーカーらしく、戦前に作られたもののようでございます。アンティークな骨董品としてはいいんですけど、音がねもう全然ダメでして、ピアノとしては使い物にならない。うん、もったいないですね。さらに奥に進むと、そこにはキッチン、幾何学模様のクッションフロアと柄いっぱいの壁紙に包まれた個性と個性がぶつかり合う、そんな空間に戦々恐々としながら、おっと出ました、天井が抜け落ちている。取れ高見つけた、修繕ポイント。そうそう、空き家はそうでなくっちゃ。さらに奥に進んで洗面所、そしてお風呂。洗面所ももちろん壁、床、天井柄に包まれる癖が強い資材、個性と個性のぶつかり稽古。お風呂はもちろん在来工法タイル張り、まあ、このあたりはもう基本ですよね。森の中の廃墟がユニットバスだったことが本当に奇跡だったことがお分かりいただけたでしょうか。はい、トイレもおしゃれなピンクの便器、便座は白くてツートーン、ドアは今時パステルグリーン。いいですね、このドアの色とか木枠とか幅木とかがまさに今人気のありそうな色なんですよね。さあ行きましょうか。光の差す方、2階へ登る、うん、階段の壁紙もこれはこだわってますよね。おっとダウンライトですよ。いやー、45万円払うだけでこんなにも綺麗なお家が買えるんですね。おっと、この部屋も個性爆発だ。赤い絨毯、レッドカーペット、情熱の部屋、赤い部屋。あなたは赤い部屋が好きですか？はい、2階にはあと2部屋ありますよ。もう1部屋は、おっとこれは見事な普通の部屋だ。これまでの物件を考えると、ここまでの普通の部屋は逆に新鮮でございます。まあ、ただちょっと間取りが変わっていまして、この部屋を通らないと次の部屋に入れない。お次の部屋は青い部屋だ。赤い部屋と来て青い部屋。ここもまた個性が強い。照明もこだわって青にしてますね。照明の紐は、よ、日本一桃太郎。うん、そこは適当なんですね。はい、まあ今考えると、普通の部屋は赤と青の個性的な部屋の緩衝地帯、個性と個性がぶつからないようなセーフティーゾーン、うん、そんな位置づけだったんでしょうか。はい、このうちリアルタイムで DIY 中なんですが、チャンネル登録者数10万人まで行った地点見ていきましょう。あともう少しお付き合いください。まずは2階ですね。赤い部屋と青い部屋、緩衝地帯の普通の部屋、令和のお部屋になっていく様子を一気に見ていきましょう。まずは赤い部屋ですね。これが普通の部屋で、こちらが青い部屋。はい、
これをどうリフォームしていきましょうか。まずは個性を引き剥がす。うんとこしょうどっこいしょ、なかなか個性は抜けません。青い部屋も同様に、みんな同じでそれでいい。いやー、絨毯剥がすのってめちゃくちゃ大変ですね。 DIY の9割は地味な作業、こんな作業ばかりやっています。廊下のクッションフロアも剥がしましょう。いやー、シンプルになりました。壁紙もいろいろ模様が入っていたんで、これも貼り替えちゃいましょう。さあ一回すべてをリセット。準備はできた。さあ俺色に染め上げよう。出ました、みんな大好きノボクリーン。 DIY屋の強い味方、一斗缶塗料は注ぎ口を上にすると綺麗に注げます。素人 DIY 屋の豆知識。はい、まずは木枠、回り口、そして天井を真っ白にします。あたり一面真っ白にします。異質な分子は許さない。いや、元々のね、あの個性と個性をぶつけ合うタイプの元所有者さんとは真逆のスタイルを行く。ちょっとね、これまでのデザインは上級者すぎて私には真似ができません。白く塗るなら誰でもできる単純明快な DIY、 誰でもできる DIY を目指して実践していきますよ。はい、みるみる白くなっていく。やっぱりね、あの白はいいですね。バカの一つ覚えみたいに白を塗っておりますが、白は無難で裏切らない。壁紙も白。でもね、皆さんご存知でしょうか、白って200種類あんねん。白は白でも結構色が違います。同じ白を選ばないと統一感は出ないので、お気をつけくださいませ。だいぶ手慣れた手つき、一部屋完成。はい、相方親方ご出勤。はい、相方が張り、私が壁紙の準備をする。手元の作業に徹します。いいですね、なんか個展が開けそうですね。暗くなったので日をまたぎ、赤い部屋の壁紙も完成。はい、階段の壁紙も貼っちゃいましょうか。簡易的な足場を作ってみました。なんかググったらね、こういう方法が出てきたんですけど、脚立に足場板を乗っけてみました。まあある程度安定はしていたんですがね、これが本当にいいやり方かはわからないんでね、あの皆様調べてやってみるのがいいかと思います。はい、そんなこんなで階段の壁紙貼りも完了。はい、お次は床でございます。普通の部屋のフローリングを解体。丸ノコでフローリングに切れ目を入れる。なんかものすごい罪悪感ありますよね、こういう作業。せっかくの高級フローリングを引っぺがす。この後ね、青い部屋赤い部屋と合わせてあのフロアタイルを貼ろうと思うんですが、どうしてもフローリング貼ったままだと段差ができるんで、ということでフローリングをね剥がしました。まあ、全然あの段差気にしない場合はフローリングの上からフロアタイル貼っても大丈夫です。どうしてもね 1.2 センチぐらいのね段差ができちゃうんで、気になるなと。はい、みるみるフロアタイルが貼られていきます。これね、だいたい2日間ぐらいかかりましたね。慣れない作業に苦戦をしながら必死のパッチで床を貼る。さあビフォーアフターです。もともとは赤い部屋、普通の部屋、そして青い部屋でございましたが、素人 DIY の結果どうなったんでしょうか。見てみましょう。窓からの光差し込む。光に誘われて2階に登ると、そこにはアンティーク風味なフローリング調のフロアタイルのおしゃれな床、そして真っ白な壁紙、真っ白な天井、シンプルな構成、ごちゃごちゃしたものは何もない、ミニマリスト大歓喜、そんなお部屋ではないでしょうか。ときめかないもの全部捨てたらこうなった。こんまりメソッドの境地に達した断捨離教の修行僧。はい、ここに寝袋と MacBook Pro なんかがあればもうまさにそんな感じですよね。まあそれはそれでなんかいい生活ですよね。どうでしょうか、意外と耐えれる気がします。はい、あんなに個性的だった部屋がシンプルなおしゃれなお部屋に生まれ変わった。2階クリアでございます。さあ正真正銘、この動画の最後の種目、外壁塗装大労働力投入会を実施いたします。まあ、遠目で見るとそこまで汚れていない外壁でございますが、近くで見ると黒ずんでいる。ツタも生えてて、まあ、結構ね塗ってから時間経ってるんだろうなという感じがいたします。ここで職人さんを召喚、足場を組んでいただきました。ありがとうございます。これまではただの空き家でございましたが、足場を組むことによって一気に作業現場に変わる。さあこの足場を使いまして外壁を塗装していきましょう。 YouTuber 仕様の GoPro ヘルメットをかぶってご安全に。まずは外壁高圧洗浄、ジャブジャブ壁を洗いまして塗装の準備を整える。お次は軒天、破れかぶれのボロボロ状態。おっと、これはひどいですね。一旦剥がして、さあケイカル板を貼りましょう。この作業も2回目でございます。これがケイカル板なんですが、結構ね脆い素材でございまして、すぐ折れちゃうんですよね。だから取り扱いには注意してください。はい、カッターナイフで糸も簡単に加工ができる。ボンドを塗って電動タッカーでパシッパシッ。いいですね、見る見るうちに軒天が出来上がっていく。季節は10月、青空の中の軒天張り、絶好の軒天張り日和でございます。素人仕事ではございますが、なんとか軒を塞ぐことができましたので、あとは塗装です。外壁塗装は1に養生、2に根性、3しがなくて5に塗装ということでね、やっぱりあの下準備が非常に大事でございます。まあ、今回ね窓は養生してたんですけど、地面を養生してなかったんで、結構地面がねペンキだらけになってます。大変なことになってます。はい、ということでまずは下塗りをしていくんですが、ここで強力な助っ人、塗装の師匠がやってきた。さあここからは一気に下塗り、3人がかりで大労働力投入祭。だいたい 1.5 日で一度塗り塗り終わりました。やればできるもんですね。この後は中塗り上塗りと続きます。塗装の師匠がやっていたのを見よう見まねで缶を開封。この缶にペンキをしこたま入れまして、足場の上を自由自在に動き回る。これで補給が必要なくなり、作業効率 1.5 倍。さあどんどん塗っていきましょう。はい、この色ね、
これめちゃくちゃいい色じゃんと思って買ったんですけど、よく考えたら元の外壁と同じ色、おそらく外壁の塗装が劣化する前はこんな色だったんじゃないかという色に戸しただけとなりました。はい、軒や雨どいは真っ白に塗って、爽やかな青い空に合う可愛い外壁に仕上げていきます。はい、ここでまた初挑戦、新しい作業、板金加工。錆びて消滅した板金を巻き直してまいります。ステージ1のシロアリハウスで初めて壁紙を貼っていた頃、まさか外壁を塗装するなんて予想もしておりませんでした。人はやればできるもんですね。随分遠くまで来たものだ。はい、こちらは油性の白ペンキ、金属部分にはこのペンキを塗っていきます。アルミサッシにもハケでペンキ塗ってみたんですが、あまりおすすめはしないですね。スプレーとかで塗った方がいいです。今回もやりましたけど、最初に密着論を塗って、その後スプレーで塗装をする。ハケは難しかったですね。いや無理だと思います。はい、ということでビフォーアフター、まずはビフォー。遠くから見るとそんなに悪くはない外壁なんですが、はい、近くで見ると結構汚い。これを外壁塗装で10年前の姿に戻す。はい、いかがでしょうか。そんなにわからないですよね。はい、まあ、窓枠雨どい白く塗ってちょっと可愛らしくなりましたよね。このオレンジ色の瓦と相まって、まあ、南ヨーロッパ風の地中海風のお家になったと思いませんか。地中海風のお家っていうのが全然わからないんで、完全にイメージなんですけど、はい、まあいかがでしょうか。ということで、まあ2年もあれば外壁塗装までできてしまう。これにてこの動画の作業すべて完了でございます。外壁クリア。今リアルの世界ではお風呂の施工が完了し、キッチンに取り掛かっております。いよいよですよ。ありがとうございます。10万人達成でございます。皆様のおかげ、本当に皆様のおかげでございます。1件目を仕上げた頃にはまだ100回程度しか見られなかったような、そんなチャンネルでございますが、ここまで来ることができました。ポレポレ DIY をご覧の皆様、いつも温かく見守っていただき誠にありがとうございます。皆様のおかげでここまで来ることができました。これからも必死のパッチで労働力投入してまいりますので、応援よろしくお願いします。はい、ということで DIY はまだまだ続く。これからも皆様よろしくお願いします。はい、今後も空き家 DIY の様子を週1で発信してまいります。毎週金曜19時からですね。チャンネル登録して行く末を見守ってください。それでは皆様、これからもご安全に。長い動画ですが、ここまでご覧いただきありがとうございました。